ハロハロエマです。すごいニキビできてる。今日はね、あのなんかちょっとオシャンティなところに行くの。バソリーユっていうところに行きます。一緒に行きましょう。あとでね。隣のテーブルのおじさんがもうずっとめっちゃ大きな声で喋ってました。カフェの中はこんな感じです。うちは好きやねん。だけど隣が本当にうるさくて、ちょっとね早く帰りたいってなっちゃったね。でメニューがもう本当に決まってて少ないんだけど、私が頼んだのがなんか夏冷製パスタ冷たいパスタね。でお母さんが頼んだのがこのパン。ごめん、もう名前忘れちゃったんよねこれ。でここはね、食べ物出てくるまでちょっと時間はかかるけど美味しいのよ。パスタはすごい好きやったし、パンもちょっと食べて美味しかったです。でいつもお願いするのがいいねとコメントと登録してね。あと Facebook のページも見てください。で最後にプリンも頼んで美味しかった。でここがあのケーキも買えます。帰りはあの桃のケーキ買いました。食べた、美味しかった。でももう日本はもうまた言う息できひん暑さになってる。頭痛いね。で今からどうしようかな、ちょっとお迷い中。なんか外出かける天気ではない、なんかいい天気なんだけど暑いの。もうこの7月8月暑いね。あで最近なんか動画アップしてないのが、もともとやってた仕事を辞めて新しい仕事を見つけるためなんかいろいろこうやって探して面接とか したからなかなかこういう動画を撮る時間、まあ、なかったのね。なんかそっち系で忙しかったから、またいろいろアップしますね。夏やし、また花火も行きたいし、海行けたらいいな。でもどうなんやろ、もう暑いから。で8月クラゲ出てくるから、大きな祭り行きたいね。エミさん連れてくのちょっと難しいかもしれんけど、大きな祭りなんか人が多いと怖いです。え、皆様は夏何するんですか。私何もエアコンがあるところにいるでもこれ自然とかのところ行くの好きやから、やっぱ山やな、涼しいから。で今月エメタの誕生日も来ます。7月13日です。まだその時に動画撮ろうかな。誕生日お祝いプレゼントもいっぱい買った。もう7月の始まりから買ってる、いろいろあ、おもちゃのレビューもしようかな。おもちゃのレビュー見たかったらコメントして。何買ったっけ、シルバニアファミリーの家もし見たかったらコメントしてね。今このもものケーキ食べてるけど、お母さん文句ばっか文句しかないの本当に。桃的だから鼻に入ってんのプリンってほら、何プリン、クレーマーやからカスタードクリーム、うん、そう大カスタードクリーム。でももう前に、うん、これ700円やったよ1個